ツイストは、ポーランドの鉄道車両メーカーであるペサが展開する電車。軌道の状態が悪い路面電車路線へ向けて開発された車両でバリアフリーに対応した超低床電車である。この項目では、旧ソビエト連邦圏向けの車両として、ツイストをもとに開発されたフォックストロットについても解説する。2010年12月、ペサは、チェンストホバ市電を運営する。 チェーンストホバシ交通局との間に新型路面電車7両を導入する契約を交わした。それまでペサは各地の路面電車事業者へ向けてバリアフリーに対応した超低床電車であるトラミカスやスイングを展開していたが車体長が短く台車が存在する車体が車体長が長く台車がないフローティング車体を挟み込むという 構造を持つこれらの車両は、軸重が重く軌道状態が悪い地域への導入が難しい、条件によっては振動や騒音が激しくなるなどの課題があった。そこで、ペサは、チェンストホバシ交通局からの要望をもとに、これらの問題を解決し、より幅広い条件に対応できる、部分超低床電車を開発することとなった。これが、ツイストと呼ばれる車両である。 最大の特徴は、先頭車体の運転台側及び、後方車体の端に設置された動力台車が、回転軸を備えた従来型のボギー台車となっている、ことである。また、中間車体については、他の超低床電車と同様、車軸がない独立車輪式台車が用いられている。これにより先頭部や後部など車内全体の30%の床上高さが高くなり、 重量も増加している一方、車軸数も従来の車両から増加しているため、結果的に軸重は軽くなり、条件が悪い線路や勾配が連続する区間でも、安定した性能を維持することが可能となっている。低床部分の床上高さは 300mm から 350mm に設計されているほか、上高扉下部には、収納式スロープが設置されており、 車椅子やベビーカー利用客の乗降が容易となっている。制動装置として電力が回収可能な回生ブレーキが搭載されており、非搭載の旧型車両と比べてエネルギー消費量や運用コストが削減される。また、非常時には充電池に貯めた電力を利用して短距離の走行が可能である。ペサはこのツイストの構造をもとに、 ロシア連邦をはじめ旧ソビエト連邦各国に多く存在する期間線5 2 4 m m の路面電車路線網に向けてフォックストロットの展開も実施している。中間車体の全長がツイストと比べて短く台車の数も減少しているのが特徴で旧ソ連時代から使用されている路面電車の番号コードに基づき71から414や 71から 414K という形式番号も与えられている。2010N ツイストの最初の導入先となったチェンストホバ市電には2012年3月に最初の車両が到着し、試運転を経て同年9月に実施された路線延伸に合わせて営業運転を開始した。車内の高床低床箇所の間には傾斜が設置されており、 社内はステップが存在しない100%低床構造となっている。形式名については、2010N 以外に 129NB とする資料も存在する。同年中に契約分の7両が導入されたが、2014年以降5両に大枠の亀裂を含めた欠陥が発覚し、2016年までに全社を対象とする改修工事が行われた。 これに伴いペサは、チェンストホバス交通局に対して賠償金を支払っている。また、チェンストホバス交通局は2014年以降、シロンスク県や欧州連合からの支援を受け、施設の改修を含めた大規模な近代化プロジェクトを実施しており、その一環として2018年に、ペサとの間に、新たな調停小電車、ツイスト2を導入する9000万ズボティ分の契約を交わした。 先に登場した 2010N をもとに、車体デザインを変更し、Wi-Fi への対応や、情報案内装置などを改良した車種で、当初は2019年から営業運転を開始する予定だったが、最初の車両がチェンストホバに到着したのは、翌2020年3月となった。営業運転開始は、同年5月で、以降は下記までに契約分の重量が導入されるほか、 オプション分として5両の追加発注も可能となっている。ステップ東ヨーロッパのシレジア地域のうち、ポーランド領内のアッパーシレジアには、総延長2 0 0トル以上にも及ぶ広大な、路面電車網である、シレジアインターアーバンが存在する。2012年、運営事業者である、シレジア路面電車会社は、ペサとの間に30両の超低小電車、ツイストを導入する契約を交わした。 これらの車両は 2012N という形式名に加えてステップという愛称でも呼ばれており、車内の高床低床部分の間に段差が存在する部分超停床電車となっている。2001年に登場したスタディス1 0 0に続く超停床電車となったステップは2014年5月13日に実施された出発式を経て翌5月14日から順次営業運転に 投入されている。また導入に先立つ2013年には、一般公募により明るい灰色を基調とした、車内塗装が決定したほか、シレジア地方の伝統的な名前に基づいた各車両の愛称も定められている。 シレジア路面電車会社はこれらの車両に加え、2018年にペサとの間に全長25メートルの車両を27両オプションを両分全長32メートルの車両を8両導入する契約を交わしている。クラコビアクククラクフ市内を走る路面電車クラクフ市電を運営するクラクフ市交通局は新規路線開通に伴う 列車本数の増加と従来の高床式車両の置き換えを目的とした超低床電車の製造に関する入札を2013年に実施し、翌2014年にペサとの間に36両分の契約を結んだ。この車両は、クラコビ役とも呼ばれる4車体連接車で、中間車体の一つは、台車がないフローティング車体であるほか、 もう一方の中間車体の独立車輪式台車の一つは動力台車となっている。全長 42,830mm はポーランドの路面電車の一両単位の全長としては史上最長である。車内には空調装置や案内表示装置、充電用の USB ポートに加え非接触式 IC カードに対応したカードリーダーを心臓時から搭載している。 導入に際しては、費用のうち59%を、欧州連合からの助成金により賄っている。2015年8月30日の新キロ線開通に、合わせて営業運転を開始し、同年内に契約分の36両が入線した。クラコビア区は、機能性やデザイン性、快適性が高く評価され、ポーランド工業デザイン研究所が主催する。 グッドデザイン賞のうち2015年の公共部門、最優秀賞及び経済大臣特別賞を受賞した。また、2016年7月にクラックフで開催されたワールドユースデーに合わせて、クラコビ役のうち一両が特別塗装に塗り替えられ、フランシスコ教皇の乗車も行われた。その一方で、クラコビ役の納入は契約内容から遅れ、全社が入選したのは、 同年12月30日、欧州連合からの助成金の対象から外れる間際の日付となり、クラクフ市交通局は、ペサに対し2600万ズウォィ以上の罰金を課した。加えて、営業開始後の14ヶ月の間に、運転自体には支障がなかったものの、全36両に合計1700箇所以上の故障が確認されたこともあり、以降クラクフ市交通局は、 ペサ製の超低省電車の導入を行っていない。2010NW ポーランドの都市、ブローツワフを走るブローツワフ市電には、旧型車両の置き換えを目的に、ブローツワフ市交通局が2014年に導入契約を結んだツイストが運行している。当初の契約分は6両だったが、翌2015年にオプション券を行使する形で2両の追加発注が実施され、 2015年8月14日から順次、営業運転を開始している。この導入に先立ち、車体に接触する恐れがある一部の停留所に対して、プラットフォームの幅を数センチメートル縮める、改修工事が行われている。50フビエルコポルスキの路面電車、50フビエルコポルスキ市電には、近代化の一環として2019年以降3車体、連接式、 両運転台のツイストが導入されている。2017年に14両の発注が行われたもので従来使用されていた車両と比較して、回生ブレーキによって消費電力が大幅に削減されているほか、Wi-Fi 対応や充電用 USB ポートの設置など、快適性も大幅に向上している。また、IoT 技術を用いた機器の自動診断システムも搭載している。 発注量数は14両で一部の更新車を除いた従来の車両を置き換えることになっている。また、この50フィエルコポルスキ市電向け車両は設計が高く評価され2018年にポーランド工業デザイン研究所主催のグッドデザイン賞を受賞している。フォックストロット2013年ロシア連邦の首都モスクワで公共交通機関を運営する。 国営企業のモスゴルトランスは、モスクワ市電向けの超低床電車として、ペサとの間にホックストロットを導入する契約を交わした。当初は、ロシアの輸送用機器メーカーである、ウラルトランスマッシュと共同で製造を実施することが発表されていたが、実際は全車両をペサが製造した。また当初の契約量数は120両であったが、 その後のルーブルのレート変動の影響で2016年に90両へと削減された。最初の車両は2014年にモスクワに到着し、同年6月1日から営業運転を開始した。2つに分断されているモスクワ市電の路線網のうち、フォックストロットが運用されているのは北西部の路線であり、2019年現在70両が使用されている。 ホックストロットウクライナの首都キエフを走るキエフ支電では2015年にデモンストレーションを兼ねたホックストロットの営業運転が実施された。その結果が良好だったことを受け同支電を運営するキエフパストランスは2016年にペサとの間に0両の発注契約を交わした。さらに2017年には前述したモスクワ支電向け車両のキャンセル分を活用した40。 両分の発注が実施されたほか、2019年にも新た20両の追加発注が行われたが、全車については、為替レート変動により37両に削減された。最初のキエフ向け量産車は2016年に完成し、8月から本格的な営業運転が始まった。2019年現在は試作車も含めて47両が使用されている。 フォックストロットに関するカテゴリー、ありがとうございます。